こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日は赤ワインを入れた生地にくるみとクランベリーを混ぜ込んだしっとりと美味しいハードパンを作ります。赤ワインのアルコールは飛ばしていますので、小さなお子様でも食べられます。生地は綺麗なピンク色になって具沢山でとっても風味のいいワインブレッドです。最後までぜひご覧ください。まず赤ワインは鍋に入れて加熱をします。沸騰したら1分間煮詰めてアルコール分を飛ばします。煮詰めると量が減ってしまうので多めに用意しています。赤ワインはどんなものでもいいですが、アルコール分が発酵の邪魔をしてしまいますので、必ず沸騰させてアルコールを飛ばしてから加えてください。赤ワインの色が濃くなって生地に混ぜると綺麗なピンク色になります。水と合わせて40度くらいの適温にしておきます。容器に強力粉、全粒粉、砂糖、塩、ドライイーストを入れ、ワインと水を合わせたものを加えます。カードで粉と水分をよく混ぜ合わせます。粉っぽい部分がなくなったら容器に広げて蓋をして15分置きます。ドライクランベリーに熱湯を加えて表面についている油を流します。他のドライフルーツを使う場合もオイルコートがされていたら同じように下処理をしてください。レーズンはさらにしっかりふやかしたものを使っていただくのがおすすめです。くるみは180度のオーブンで5分ほど焼いて粗く刻みます。15分経った生地にくるみを加えます。クランベリーの水気を拭き取って加えます。生地の部分をカードで切って重ねるようにすると具が混ざりやすいです。5、6回繰り返したら生地を中心に寄せて蓋をして2倍になるまで発酵させます。今日は室温で発酵させていますが、気温が低い時期はこのようにお湯で温めると発酵が進みやすくなります。生地が2倍になっていたら、強力粉を振って取り出します。具を潰さないように2等分に切り分けます。具のない部分を広げるようにしてラグビーボールのような形に整えていきます。具が飛び出したら裏側から差し込んでください。
表面を張らせるようにして裏側の生地を留めます。生地の表面にたっぷりと強力粉をつけて天板に並べ、温かいところで 1.5 倍になるまで15分ほど置きます。生地が少し膨らんだら縦に1本の切り込みを入れます。1センチくらいの深さでしっかり切り込んでください。左右に2本ずつ斜めに切り込みを入れます。ナイフに具が当たるかもしれませんが、そのまま切り込んでください。切り込みを入れたら5分ほど休ませてください。250度に予熱をしたオーブンで15分焼きます。こんがりと美味しそうに焼き上がりました。切り込みもきれいに開いています。オーブンの温度が上がりにくいときは最高温度で時間を長く焼いてみてください。このパンは二次発酵の時にあまり発酵させない方が目が詰まった美味しいパンになります。ワインのアルコール分はないので、お子様でも召し上がっていただけます。ピンク色の生地に具沢山で、とても香りがよく美味しいパンです。具のアレンジも楽しめますね。ぜひ気軽に作ってみてください。作り方のまとめ。赤ワインのアルコールを飛ばし、水を加えて適温にする。生地の材料を混ぜて15分休ませる。くるみとクランベリーを加え、5、6回混ぜ込む。2倍になるまで一次発酵。生地を2等分にして成形する。温かいところで15分二次発酵。表面に切り込みを入れ5分置く。250度に予熱をしたオーブンで15分焼いて完成です。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。